1999年の東京モーターショーに出展されたダイハツ初の本格的な軽オープンツーシータースポーツコペンは、展示されるや否や大きな支持を集め、2002年6月ファンの期待に応えて生産化された。1990年代に発売されていたマツダ AZ1 やホンダビート、スズキカプチーノの後を継ぐモデルといえるが、バブル好景気に沸いた時代に誕生したそれらのモデルとは生まれた時代背景が大きく異なるため、徹底したマーケティングをもとに軽自動車の枠を超えた作り込みを随所に盛り込んでいるのが特徴だ。ダイハツ本社工場内にあるエキスパートセンターと呼ばれるダイハツの高技能者を集めた専用ラインで組み立てられるコペンは、光合成、軽量ボディ、専用チューンされた足回り、さらに桃製ステアリングホイールなどの豪華装備を備え、塗装も5層にわたって重ねられるなど、プレミアムカーと呼ぶにふさわしい高い品質が魅力である。加えて軽市販車としては世界初となるアクティブトップと呼ばれる電動開閉トップが標準仕様として設定されている。ドイツのデバスト社とイタリアのピニンファリーナ社が共同設立したオアシス社の手によるこのシステムは、約20秒で自動開閉する。さらにオートマチック車を選択できたことがユーザー層の間口を広げ、当初の予想を大幅に上回る販売結果を残し、2007年現在累計4万台を突破している。2003年にはイギリスやオーストラリアなどへ輸出を開始。当初は国内仕様ほぼそのままだったが、2005年より主にヨーロッパ市場に向けた 1300cc モデルも生産されている。